日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。船橋市の海と関わりのある民話をアニメーション化した雪解け塚の白蛇。海に出た漁師が嵐で遭難してしまい、陸で光る白蛇の目の光を頼りに無事帰ることができたというお話です。3月5日、民話の舞台である船橋市の夏見で上映会が行われ、地元の小学生およそ180人が雪解け塚の白蛇を鑑賞しました。漁から安全に帰ってくるために白蛇のことを頼りにしていたことが分かりました。昔の人たちは経験や知恵を伝えていくために民話を大切にしてきたと思いました。海以外にもいろいろなお話や、またそのまま歴史に残っていることがあるのか調べてみたいです。またアニメの完成を記念して行われたのがフィールドワーク。伊勢神宮の御厨だったっていうのは、御厨の伝承も含めてですけど、わらへびが西の方に必ず向けるっていう、参加者は民話の舞台夏見の地を実際に歩き、土地の雰囲気や歴史を肌で感じていました。分かりやすくよくできてるなっていうふうに思います。時代が少し違って、私たちはその白蛇様の目の役割を行田の無線塔だったっていうのがあるのだから、みんな同じようにつながってるなというのをつくづく感じました。子どもたちだけじゃなくって、私たちみたいなじじばばにも見てもらうといいと思います。もっともっといろんな話がね、出てくると思います。はい、海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。